ベントバローイングのナロー、そしてワイド、さらにプローンフロントレイズ、この3つをやれ。大胸筋が歩いてる、バズーカ岡田です。今日は自宅でできる背中のトレーニングを紹介したいと思います。特にボコボッカ、これを刻んでいきましょう。これまで背中のトレーニングはバックエクステンションで背中の厚み、脊柱起立筋です。そして脚前挙イージーバージョンとエアーラットプルダウンで広背筋、背中の広がりです。最後大事な要素、ボコボコ感、これを今日はトレーニングしていきたいと思います。分厚くて逆三角形の背中、広くて厚い、いわゆる強さを演出するものです。広背筋は前から見た時の胴体の体のシルエット、脊柱起立筋は横から見た時の厚みという体のシルエットを鍛えるものでした。最後のボコボコ感、これは厳しく鍛えられている、厳しく体脂肪が取り除かれているという、とても分かりやすい印象をつけることができます。普通の人は背中がボコボコしていると、あ、筋肉すごいなみたいになるんですよ。よく格闘技の、計量の後に、こうやったりするじゃないですか。あとは試合で勝った時こうやったりするんですよ。で、背中のボコボコが結構映るんですね。で、すごいになるんですよ。で、だいたい僕らが見ると、広がれた厚みがねえなみたいな感じになるんですよ。広げないといけないですからね、背中は。みんな大体こうやるんですよ。こうやんないと広がらないじゃないですか。わかります。ほとんどの人はこの背中を広げる技術知らないですからね。でボコボコ感だけが表現されるし、でも分かりやすいんですよね。筋肉がひしめき合ってるように見えますからね。ということで、背中を作る大切な要素のデコボコ感、これを鍛えていきましょう。でこの筋肉は、僧帽筋という筋肉になります。僧帽筋というのは背骨から肩甲骨についている幅広い筋肉です。この筋肉は肩甲骨を寄せたり上げたり下げたりすることで強く鍛えることができます。そして実は背中のボコボコ感というのは肩周りの筋肉も大事なんです。背中ってこう見るとここら辺なんかはもうほぼ肩甲骨と肩なんですよね。背中がこうあるとするとこの辺りはほぼ肩なんですよ。実は肩の筋肉も背中のボコボコ感を演出しているんです。なんとなく背中がボコボコしてるっていうふうに見てますから、肩の筋肉もまとめて押さえておくととても効果的になります。ということで今日は自宅でできるトレーニングをします。ただ僧帽筋というのは前から物を引っ張ったりしないと強く鍛えることができません。前から物を引っ張れる家ありますか？ないんですよ。大体だから自宅トレでみんな背中困るんですよ。でも今日はそんな中でもできるものを紹介したいと思います。ペットボトルを用意してください。もし家にペットボトルじゃなくてダンベルがあればそれで最高です。ゴムでもいいです。ただ軽くてもできる状態まで自分の体とフォームを研ぎ澄ましていきましょう。これを使って3種類のトレーニングを今日ご紹介します。まずは僧帽筋を鍛える種目、ベントーバーローイングです。このペットボトルをグッと引きます。ポイントを紹介します。握り方はこう、こう握らないです。親指をこっちかけます。あるいは大きかったらこういう感じですね。グッと握り込むと肘の力で引くような意識が働いてしまいがちです。こう持ちます。いいですか。親指をかけて持つとこういう持ち手になりますよね。こう、で親指をかけずにこういうふうに持つとこうなりますよね。手がこの形になります。この形になると肘を曲げる動きをする意識が減ります。こう握ると肘を曲げる意識が高まってきます。そうやってこう握ります。この状態で体をまっすぐ、肩を下げておく、で両肩を下に落とす。ここから体を少し反りながら肘を天井に向かって上げる。胸を反らせる動きと肘を引く、肩甲骨を寄せる動きを連動します。よく肩甲骨を寄せなさいって言ってもなかなか一般の方は分からないんで、肘を天井に向かって強く引くと肩甲骨は勝手に寄ります。で同時に胸を張る、この意識があれば肩甲骨はフルで動いてくれます。これが1種目目。2種目目、今度はこの手のポジションをこうします。この状態でこう引きます。この状態でこう引く。さっきのこのままこうでしたね。この手をこう変えてこう引きます。
正面から見るとこう引くのかこう引くのかです。このナローのベントオーバーローイク、そしてワイドのベントオーバーローイク、この2種目で鍛え分けていきます。ナローのベントオーバーローイングは僧帽筋の下部に入りやすいです。ワイドのベントオーバーローイングは僧帽筋の中部に入りやすいです。具体的に言うと僧帽筋の下部は背中の真ん中と、僧帽筋の中部はやや上背部の横のラインが鍛えられます。このようにして鍛え分けていきます。ただとても軽いので上げたところでギュッギュッ強く収縮して、自分の脳と筋肉をしっかりとつなげられるように意識して行ってください。これは回数設定はとても難しいです。僧帽筋からするとこのペットボトルはあまりにも軽い、したがって時間で区切るといいです。例えば30秒スピーディーにギュッギュッギュッて、それを30秒45秒や60秒にしていく。順番としてはワイドのベントオーバーローイングの方がきついので、先に元気なうちにワイドのベントオーバーローイングを30秒、それですぐナローのベントオーバーローイングを30秒やる。これを3セット行う方法も有効です。30秒で簡単な場合には45秒60秒というふうに増やしていきましょう。3つ目の種目です。フローンフロントレイズ行っていきましょう。ペットボトルをなるべく天井に向かって上げる上げる。この時に顔はつけてしまって休まないようにしましょう。顔は少し上げてキープするだけです。この状態から手をなるべく天井に向かって高く上げます。だんだんきつくなっていくと手が開いていきます。開かないようにまっすぐか Y の字、これをキープしてしっかりと天井に向かって引く、上げていきましょう。バックエクステンションのフォームに近いですが、顔は少し上げる。上げすぎると脊柱起立筋の関与が増えすぎます。なるべく腕と肩甲骨を動かすことで、背中の筋肉の僧帽筋下部、そして先ほど言ったように実は肩も背中の見栄えに関わっているので、三角筋それから極下筋といった筋肉をある程度刺激していく、それがこのプローンフロントレイズになります。このトレーニングはとても可動域が短いです。なので上でギュッと上げて止めることで意識しやすくなります。こちらのトレーニングも先ほどのベントオーバーローイングワイド、ベントオーバーローイングナロー、そしてこのプローンフロントレイズ、これを例えば30秒30秒30秒、45秒45秒45秒やることで一気に背中をオールアウトしていく方法も有効です。今日は背中のボコボコを作るトレーニングをご紹介しました。ベントオーバーローイングのナロー、そしてワイド、さらにプローフロントレイズ、この3つ紹介しました。背中のトレーニングは自宅ではとても難しい部位です。背中というのはかなり大きな筋肉ですし、何か物を引っ張るということをしないとトレーニングは成立しないです。ただし自宅でそれができなくても脳と筋肉の連結、マインドマッスルコネクション、これが高まれば自分の意思で筋肉に力を入れるという特殊なトレーニングができます。ペットボトルのように軽くてもギュッと引いて筋肉に強く刺激を入れる命令を出すわけです。そうすることで普段重量をかけている方でも筋肉痛になることがあります。実際私もベントオーバーローイングは140キロぐらいでやることもあります。でもペットボトルを使ったベントオーバーローイングを45秒、これでペットボトル、ベントロー、ワイド、ナロー、さらにこのプローンフロントレイズで筋肉痛がバリバリきます。しっかり重量を追い求めていくトレーニングも必要ですが、時折このようなトレーニングをすることでもトレーニング上級者であっても十分に結果が出せる、私はそんなに感じています。それではこの動画のまとめです。背中のボコボコ感を作りたければベントオーバーローイングのナロー、そしてワイド、さらにプローンフロントレイズ、この3つをやれ。以上、この動画が良いと思ってくれた方はチャンネル登録と高評価をお願いします。このペットボトルを使ったベントオーバーローイングを45秒、ペットボトルを使ったペットボトル